はい、どうも。いやー、久しぶりになった。ちょっとね、いろいろあったの。いろいろありすぎたの。ツイッターの方ではちょっとね、ゆったりしたんだけど、ちょっといろいろありすぎてさ、もうなんか、ドッカンバトルどころじゃなくなってただよ。だけどまあ、そんな話は今日はちょっとやめておこう。後日またする。つうことでさ、あれだがな、アップデートしまくっとるがな。ちょっとね、私なんか花粉なのかな風邪なのかなちょっとよくわかんないけど、ものすごく鼻が詰まったら鼻水がダラダラ垂れたりするから、ちょっと今日あれかも鼻すする音多いかもしんないけど、そこは許してほしいと思う。アップデートね。アップデート情報ね。なんかいっぱいあるよね。いろいろあるよね。ちょっとね、いろいろありすぎてね。やってこうね、こういうのちょっと見るのがさ、でもさ、私がその、できないでいる間にさ、なんかいろいろこのヒロインコレクションとかさ、ガシャでしょ？始まってるわな。いろいろやってるね。つうか今日はとりあえずアップデートのあれ見ていこうと思ってるの。まあ目立つのがこれだよね、おすすめキャラクター。こいつすげえ目立つよね。これ今やってるイベントのってことだよね。ブリリアン。私ね、まだ覚醒させてないだよね。ここからもイベントに行けんだね。これがありがたいよね。ね、いちいちなんか内容読んでどこで何もらえんだってみたいなになっちゃうからさ、私にはすごくありがたい。私みたいなタイプにはとってもありがたいよね、これ。ね。で、私これ、トップもまだ覚醒させてないのよ。これもやんなきゃいけない。ね、やってる。すごい。すごい楽だわ。すごくいい。ほら、お気に入りなんか押してみたりしといた。なんだ、ブックマーク一覧。そうそうそう。あ、お気に入りするとここに出てくるのね。私が今やんなきゃいけないやつが出てくるのね。助かるー、わかりやすい。あとは、ドッカン覚醒一覧。あー、これちょっと見るとね、サボってんのがバレちゃうから、ほんとあんまり見せたくない。あのね、覚醒前、覚醒中、全然やってないのよね。こんなにあるだよ、こんなに。こんなにあるだよ。ちょっと、あれだな、早すぎてあれだろうけど。見せたくないだよ。やってないのがバレちゃうから見せれないだよ。あとさ、あと何があるんだっけ？覚醒メダル？これはすごく私助かるのよ。なんかさ、たまにさ、このメダルってどこで手に入んだっけとかさ、こう、わかるよ。超撃戦はさ、こうやって書いてあるからわかんだけどさ、これ、このピッコロとかさ、これ欲しいけどなんだっけとかなった時にさ、出るわけでしょ？これすごい助かる。すごい助かるんだよ。これとかさ、どこで手に入れんだっけってなるよね。なるのよ。ならない？なるっしょ。私はさ、すごく忘れっぽいタイプだからさ、なんつうのかな。どんどん抜けてっちゃうんだよね。みんなから教わったアドバイスも、分かったやるって言いながら、どんどん抜けてっちゃってさ。ポンコツだよ。そう。だからこれね、すごく助かります。これすごく助かります。さ、何よりも助かりますなのがこれですわ。これ、ラベル一覧。ラベルよ。これすごくいいよね。助かるよね。ここにさ、ほら、名前が入れられるようになったわけでしょ？このすべてのキャラクターのラベルのところに。違う、何言ってんのか分かんなくなったぞ、今。この今、すべてのキャラクターって書いてある。ここはオールだからそうだよね。ラベル1、ラベル2、ラベル7まであって、ここに文字が入れられるから、分類分けできる。これ素晴らしくない？これすごくいいよね。私のラベル、まず1番。気絶さす！気絶さすの人たち。でもね、まだね、私これね、今、さっきやり始めたとこだから、全然まだ分類できてないの。だから、まだまだいるけど、ちょっととりあえず、探すのは大変だわな、あれ。むしろさ、気絶って打ち込むと気絶する人たちが一覧で出る。必殺技封じってすると必殺技封じする人たちが一覧出るとか、そういうなんか気になったらめっちゃ良くない？めっちゃ良くない？ちょっと難しいか。で、レベル1はこの気絶さす。レベル2は、これ。必殺技封じる。必殺技封じる！ちょっとね、必殺技封じがね、全然思い出せなくてさ、最近必殺技封じができが通用しない敵が多くなってきたじゃない。あんま使わなくなったら忘れちゃってさ、この人しか思い出せなくって。なんか今この人しかいないんだけど、多分他にもっといっぱいいる。ちょっと後でちゃんと分類分けする。たださ、このさ、ここ。ラベル名変更のラベル。ここさ、必殺技の殺。殺すっていう字は使えなかった。使えなかったのよ。見てて。必殺技ってこれするとさ、ほら、不正な文字が含まれてるって。で、この殺のとこだけひらがなにしたらできたのよ。だから殺すっていう字は物騒だから使わせないみたいなことなんだろうね、きっと。これみんな多分だってさ、これ絶対さ、必殺技封じとさ、気絶系の人とかさ、絶対これは分けるじゃん。ラベル作るじゃん、みんな。絶対、あれあれみたいになってる人絶対いるよね。ひらがなはいけるから。ひらがなで言ってくれ。ラベルさん、壁になる。壁になる。うん。そう。壁になるってデフ高しの人たちね。こう、デフ高しにしようか。よし。デフ高し。ここデフ高しにしよう。まあ、壁になるってことね。デフ高し。ラベルさんはデフ高しに決まりました。で、レベル4。レベルじゃない。レベルついたね、私。レベルじゃない。ラベルだ。ラベル4。ラベル4は回復いたす。回復してくれる人たちね。マット全然いっぱいいるよ。これそうだよね。HP10% 回復。うん。で、まあまあ、デフ高しじゃないや。回復いたすの代表者としては、一番のトップとしてはこの人だよね、やっぱり。ね、めっちゃ回復するもんね。他にもね、いっぱいいるんだけど、まだね、ちょっと分類分けが全部できてない。めんどくせえだよ、これが。ラベル5。すごいほどに攻撃いたす。そう、追加攻撃してくれる人たち。やり返してくれるとか。仕返し系か追加攻撃系。もうここは大事よね。大事。まだいるよ。まだいるんだけど、ちょっとね、すぐに見つけられなかった。ラベル6、じゃん。スタメンたち。スタメンたち。ラベル1にすればよかった。まあいいか。まあいいか。後から思いついたんだよね。属性固めのチームを作ろうとかいう時に絶対に入れる人たち。うん。まあこれかなって感じかな。まあお気に入りだよね。私が気に入ってる人たち。で、ラベル7。で、覚醒させなきゃー覚醒させてない人たちだよ。いっぱいいるだよ、まだ。結局ベジータの LR もできなかっただよ。全然集めてない。もうなんかそれどころじゃないぐらいの事件があったの。それまた後日話すけど、大変だったのよ。うん。そう、こんなもんじゃない。まだまだいっぱいいるの。いっぱいいる中の、これ。整理できるようになったことによって、私がサボってて、覚醒させてないのが、すごく浮き彫りになる。恥ずかしいよ。あ、こういうのが、あ、これいいね。あー、これいいね。その他のとこね。わかりやすいね。このさ、ラベル設定がさ、ちょっとめんどくさくってさ、例えばさ、このブルマちゃんね。ブルマちゃんはさ、この回復ついてるじゃない？ついてるよね。うん。じゃあ回復のラベルに入れようと思ったときさ、ここにいてさ、回復いたす。ここにするじゃん。こうしなきゃいけないじゃん。一回戻んなきゃいけないんでしょ？もっとさ、一気にさ、回復の人たちをさ、選択できたらさ、すごく良くない？ポン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 って押して全部になんかレテンみたいのがついてさ、全員回復系みたいに持っていけたらいい。もう一人ずつこうやって見ていくのがすごく大変。便利になったらまたなんか不便なものがちょっと思いついちゃってよね。厄介な、あれだわな。厄介だわな。ちょっと設定するのがすごくめんどくさいから、まあね、一回めんどくさいことをやってしまえば、あとは楽なんだろうけど、そこだわな。うん、そこだわな。うん。なんで2回言ったんだろう。よしよし。今のも回復系だったな。つうことだわな。他になんか変わったのかな？変わってないかな？そんなもんか。ちゃんと読まないからわかんないんだよな。スーパードラゴンボールヒーローズのコラボ記念、ログインボーナス。これもらえるんだ。石がさ、いっぱいもらえるじゃない？でさ、なんかいっぱいあるね。まあいいや。私今284個あるわけよ、石が。やばくない？やばくない？めっちゃ多くない？我慢したよね。まあ、我慢して、しかもログインしかできない期間がちょっとここ何日か続いてたから、まあおかげさまで溜まっております。ただね、次に来るドッカンフェスとかのために取っておきたいんだけど、でもさ、これさ、一回だけでもやりたいんだよね。SSR1 体確定でしょ？石30個でしょ？これちょっとね、一回はやりたいんだよね。よし。次の動画でやろう。次の動画で。ちょっと時間思った以上に長く喋っちゃったから、今日はアップデートに関する、話をちょっとしてみようと思っただけだから、ガシャは次、この後やる。あとここ何日かで何があったかもそのうち動画にしようと思う。つうことでね、本日この辺にしよう。よし。いやー、本当にね、こんなに忙しくていろいろやることがあったのに、なんか全然できなかっただよ。でね、ベジータさんもね、LR にできなかったし、ね、なんか、集めきれなかったっていうか、全く集めてない状態。で、クーラーもね、全部できなかった。切ね。しょうがない。でね、また年末にかけてもっともっと忙しくなってくるからね。なかなかになってくるよね。まあ、それは致し方なしやな。ということで、本日は、なんかすっごくアップデートしたから、ちょっと私がどんなラベルをつけたかとかを紹介してみた。そんな日。ということで、ほな、登録だ。チャンネル登録してほしい。お願いだ。チャンネル登録してください。